スイッチングハブスイッチングハブスイッチングハブとは、コンピュータネットワークにおける、修正装置の一種である。スター型配線の欄を形成する、マルチポートブリッジとして用いられることが多く、ツイストペアケーブルを接続するためのイーサネットポートを備えている。特定の室内や、建屋内における、短距離向けの配線の収容を、主な用途とする。スイッチングハブは、複数のポートの相互間で、 ランセグメントを分離するブリッジとして機能する。この点が外観が類似している、ハブ、ハブ、リピーターハブとも言うとの相違点である。OSI 参照モデルの第2層において、フレームの転送を制御するので、レイヤー2スイッチとも呼ばれる。スイッチングハブツイストペアケーブルのランケーブルを接続するための複数のポートを有しており、パソコン、 サーバーやルーターを接続することにより各装置同士の通信が可能となる。スイッチングハブという名称を用いる場合は、企業における従業員のデスクトップ PC 向けの LAN や家庭向けで利用されるツイストペアケーブルを用いる LAN 向けにのポートを備えているものを指すことが通例である。LAN スイッチはツイストペアケーブルに加えて光ケーブルを用いる LAN 用インターフェースを 搭載可能な、より配線長の長い欄に対応な機種、企業等の組織で末端からの配線を修正する中核的な機種も含まれる。レイヤー2スイッチという名称は、対応可能なラインターフェースの物理的な側面は、射掌してマルチポートブリッジとしてのレイヤーに転送機能に着目した場面で使用される。レイヤー2スイッチは、ブリッジ機能として、 各ポートに接続されている機器の MAC アドレスを学習し記憶している。この結果を利用して到達したパケットの宛先を認識して対象の機器が存在するポートのみに転送を行う。スイッチングハブが普及する以前はリピータハブと呼ばれる装置が主に使用されていた。リピータハブは受信したパケットを接続された機器すべてに送信してしまうため、 接続された機器は自分宛てではないパケットを受信してしまう。このため、ネットワーク効率やパフォーマンスが悪化し、悪意あるものからデータを摂取される恐れがあるなどの問題があった。スイッチングハブはレイヤー2スイッチとも呼ばれるが、これは OSI 参照モデルにおける第2層のフレーム交換を行う装置であることに由来する。比較的高価な機種の中には、 ブロードキャストドメインの分割などのためにビランに対応したものもある。そのようなスイッチングハブはマネージドスイッチと呼ばれ区別される。ブリッジの製品コストの中で大きな比重を占めるのがスイッチング用の LSI で当初のブリッジ製品は1ポートごとにスイッチング用の LSI を必要としたためポートが1個増えるごとに LSI の追加コストや 基盤設計のやり直しが必要になった。また、当初のブリッジ製品は1ポートごとに異なる MAC アドレスを持っており、このための管理コストも無視できないため、4ポート以上の多ポートブリッジの製品化は難しいとされていた。そのような背景の中で、1990年にアメリカのカルパナ社が7ポートを持ちカットする方式を取り入れたイーザースウィッチを発売し、 1995年前後からは最低8ポート、最高で16ポートを装備するマルチポートブリッジが各社から発売された。この頃からスイッチングハブの名称が使われるようになったが、実態はあくまでもマルチポートブリッジであった。当時は収容される端末数の増加も目を見張るものがあり、ネットワーク機器としてのルーターが着実に売り上げを 伸ばしていたものの効果であるため大量導入は難しく、リピーター増設ではコリジョンが多くなったため実用に耐えられないネットワークとなり、企業内のネットワークが構築困難になってきていた。また、ブリッジはすでに第一線の製品としての地位を失っていた。このような中で安価にコリジョンドメインしたフレームを転送しないを分割ができるスイッチングハブの登場は、 大いに歓迎された。当時のスイッチングハブの能力はあまり高くなかったが、以下のような機能を実装することで、ブリッジとは一線を画する製品も登場した。大野式連続鋳造法による無酸素導線が通信ケーブル用の導線製造方式に広く採用されるようになると、既存の無酸素導線の品質向上、価格低下を招き、 ツイストペアケーブルの品質が大幅に向上し、イーサネットの100ベース TX 環境への移行に拍車をかけることになった。1チップで8ポートを制御するブガによる基板実装の LSI が開発され、1U サイズで48ポートを有する製品も登場した。2003年頃から LSI がさらに高速、低発熱になったことでファンレス化された製品が普及し始めた。 また、前方とギガビットイーサ対応のものも多くなった。低価格化が進み、家庭用としても利用されるようになった。企業では、SNMP やヴィラン、STP などに対応した高機能なスイッチが普及した。2005年中旬以降の製品は第3世代である。この頃からのスイッチングハブは、レイヤー3スイッチのサブセットのような構成になる。すなわち、 ハードの作りはほぼ、レイヤー3スイッチでありながら、レイヤー2処理に特化される、スタイルベースを取ることで、レイヤー3商品群とのパーツの共通化によりさらなる、コストダウンを狙い、加えて、ソフトウェアによる、商品クラスの差別化を行っているのが特徴である。第2世代の機能に加え、パケットフィルタリングをはじめ、クラスタ構成が組めるモデルなど、 ソフトウェアベースでレイヤー3処理を組み込んでいる。これにより、スイッチングハブ製品の中に、レイヤー2チップは、ほとんど見られなくなった。2007年になると、コンシューマー製品さえ、5ポート、8ポート対応のレイヤー3チップが組み込まれるようになった。スイッチングハブは送信される、多量のフレームを高速に処理するために、ASIC による、 専用チップが用いられることが普通であり、この専用チップと連想メモリが組み合わされ、それらのハードウェアを制御するソフトウェアも、スイッチメーカー独自の OS となることが一般的となっていた。しかし、ハードウェアとソフトウェアの両方が、メーカー独自の特殊なものであるために、異なるメーカー製品を接続して使用する場合に、 標準プロトコルでは問題が生じなくとも特殊なプロトコルではメーカー間の解釈の違いや独自の拡張仕様などから相互接続で問題が生じるケースがあった。また多くのスイッチはその設定を文字ベースで入力するようになっておりメーカーごとでその仕様がバラバラなために設定時のコマンドの自動化などを進める上で障害となることが多かった。 こういった不便を改善するために、スイッチのハードウェアと OS を最初から分離して、必要な性能、機能のハードウェアの上に、適切な OS を別々に選び組み合わせて用いることが始まった。このようなものが、ホワイトボックススイッチと呼ばれるスイッチ製品である。2017年現在、ホワイトボックススイッチのハードウェアは主に、台湾メーカーを中心に提供されており、OS は、 従来のスイッチメーカーに加えて、マイクロソフト社や Facebook 社、それに、新規のホワイトボックススイッチ用 OS メーカーから提供されている。ホワイトボックススイッチ用 OS は、大半が Linux ベースであり、d e b i a n 系が多数を占める。Linux ベースであることから、Linux 用ソフトウェアの多くがこのスイッチ上で動作、可能である。このことから、 ホワイトボックススイッチ用 OS のインストールを自動化するオニエやネットワーク機器の初期設定を自動化する ZTP、他にもアンセブルやシェフといったプロビジョニングツールを使うなど、障害時対応も含めてサーバーと同様の機能を付加することが可能になっている。また、仮にホワイトボックススイッチ用 OS が異なっても同じソフトウェアを走らせることで、 OS の違いを意識せずに使用できる環境の構築が可能になっている。また、ハードウェアメーカーの多くからはユーザー向けに ASIC 制御用 API や SDK が提供されていることから高い技能を備えて手間を惜しまなければホワイトボックススイッチ用ハードウェア上で動作する特殊なプロトコリ用のパケット転送ソフトウェアを作って実装することも可能である。 アスキー .jp デジタル用語辞典、パソコンで困った時に開く本、デジタル大事線、IT 用語がわかる辞典。スイッチングハブとは、コトバンク。2020年10月28日閲覧。ネットワークワールド1995年2月13日、ゲッティングターンドインツーイーサネットスイッチズ、伊藤博識、井上隆氏、ホワイトボックススイッチって何 ソフトウェアデザイン2017年11月号。ありがとうございます。